シネシティザートは、静岡県静岡市青井区の複合商業ビル、新静岡セノバ9階にある映画館。官名のザートは、七間町にあった静岡オリオン座の座と英語で芸術を意味するアートをかけた造語である。10スクリーンを有し、座席数は車1席20席を合わせて、計1941席である。全スクリーンが、 DLP 上映に対応している。10スクリーンのうち4スクリーンが3 5トル映射器に対応しており、また4スクリーンが 3D に対応している。ロビーが片側がガラス張りになっており、晴れた日には富士山を一望できる。テレビ局の多い静岡市中心部にあるため、積極的に俳優や監督の舞台挨拶を行っている。 映画館の町奈良県庁シネシティザートが入る、新静岡瀬の場静岡市青池七間町は映画館の町として知られ、生活株式会社は七間町で、静岡オリオン座など四館9スクリーンの映画館を運営していた。2010年時点で七間町には五館13スクリーンが集まっており、生活の佐藤先人主配人は映画街がこれだけの規模で残るのは、 全国でも七魔町だけと話す。2000年代には同一施設に多数のスクリーンを持つシネマコンプレックスが日本各地に広がりを見せた。2009年に閉店となった新静岡センターの跡地が再開発されるにあたって生活は七魔町の映画館の機能を移すシネコンの建設を計画した。2011年10月5日に複合商業ビル、 新静岡セノバが開店し、同時に新静岡セノバ9階にシネシティザートが開館した。静岡市のシネコンとしては、清水区のムービックス清水に次いで2カ所目であり、旧清水市を除けば初めて開館したシネコンである。シネシティザート開館直前の10月2日には、七島町で生活が運営する映画館が一斉に閉館。 これによって七間町の映画館は、被映株式会社が運営する、静岡東方会館のみとなった。2016年12月31日には、シアター1にコンサートホール用のサブウーファーを設置し、一部の上映作品で重低音を強化した体感上映を開始した。重低音体感上映の第一弾上映作品は、ローグワン、スター・ウォーズ・ストーリー、 爆音上映で知られる、立川シネマシティなどと同様の方式であり、この方式を採用するのは、静岡県の映画館では初である。2018年6月には 2018FIFA ワールドカップには、日本代表として、静岡県出身の長谷部誠や大島亮太などが、出場しており、シネシティザートでは、日本代表戦のパブリックビューイングが行われた。6月下旬には、 名探偵コナンゼロの執行人で応援上映を行い、うちやペンライトを手にした女性客らが登場人物に黄色い声援を送った。7月8日にはインド映画、バーフバリ伝説誕生、バーフバリ王の外旋で絶叫上映を行い、シーンに合わせて観客が声を出したり、タンバリンを叩いたりクラッカーを鳴らしたりした。シネシティザートのロビー2010年の映画館、消えた。 映画館の記憶も参照した。ありがとうございます。